おはようございます。時刻は5時を回りました。モーニングのお時間です。どうぞよろしくお願いいたします。あー、綺麗な朝焼けですね。夕焼け、あ、じゃあちょうど見られそうじゃないですか。日が昇る瞬間を見ることができるとは嬉しい限りですね。なかなか早起きはやっぱりしにくいですので、朝日は遅刻だねと私たちの方が早かったですね今日はね、うん、まあいつもではないかもしれません。私はもう稀ですけれども、こういう日は朝日の方が早くね起きるのは普通なんですけれども、先日夜フォージャーのコスプレをさせていただいたんですけれども、当時もあの朝、5時半とか6時に起きて公園に行ったんですよ。で、まあ、大体夜シフトじゃないですか私。なので朝早起きすることを最近してなかったんですけれども、まあ、朝早起きする大事さをこの間痛感しました。朝早起きできたからこそ綺麗な朝焼けが見えてるわけですからね。仕事がない日でもちょっと朝活をできるように努めていきたいと思います。朝早起きすることによって趣味もはかどりますし、推し活もできますからね大事ですよね。皆さんせっかくですので今日の目標を決めませんか。朝の目標、6時前ですので何でも決め放題ですよ。私はもう早起きできたので、ね、これ何ですか、これ緑の線何ですか。あ、びっくりしました。飛行機雲、飛行機雲は英語でコントレールって言うんですって。社風じゃなくて何て言うんですかね、社報って言うんですか、会社のこう新聞みたいなものがのタイトルがコントレールなんですって。私もじゃあ今日の目標は帰ったら少しお昼寝をすることと、帰ったら美味しい朝ごはんを食べることですですかね。あの昨日は朝からお寿司でした。2連続お寿司。目標は夕方前に寝ること。いや、それができてないですね最近。まあ当たり前か。でもモーニングの時間帯はなるべく早めに寝ようとしていて、昨日はまあ8時9時には寝ました。9時ぐらいかな。全然出てこないですね。なんでですかね。私がですいるからですか。やっぱイブニングムーンだからですか。私担当が来ないですね。いや、朝寿司いいですよ。朝のお寿司、朝のお寿司も活力的ですよ。10貫だったのかな、数えてませんでした。イクラのねこうご飯も乗っていてすごく美味しかったですよ。なんでも10貫ぐらいだったと思いますね、うん、山口さんに伺います。よろしくお願いします。あ、大丈夫ですか。失礼いたしました。大丈夫ですかよろしくお願いいたしま す。失礼します。とんでもないです。失礼いたしました。そういう時ありますよたまに。寸前で思い出しましたたまに私もマイク忘れてしまうことがあって、ね、それでは今の時間帯ですと、はい、天気崩れやすくなっていますね。そうなんですよね。北海道太陽も光り輝いておりますね。私も連続このモーニング担当させていただいてますけれども、朝日を浴びながら放送できることに感謝ですね。まあ、夜の時間帯担当することが多いですので早起きをする機会がなかったんですけれども、今日をきっかけにプライベートでも朝活できるように努めていければなと思います。幕張のお天気。ではでは、明日はどんな空の変化に注意。あ、失礼いたしました。ここで言っちゃいました。油断してました。今日頑張って気をつけてたのに失礼いたしました。もうね、明日の変化って言いそうになるんですよね。失礼いたしました。でも染み付いてますよね、はい、っていうか、そんななんかしてましたっけ。いや、してないです。いつもなんか自分で言ってるぐらいでしょそこを気持ちよくしてるだけじゃない別の意味で二刀流で。そうね、はい、でも皆さんちょっと褒めていただきたいことがあって、こんばんはとはまだ言ってないんですよ一度も。褒めてというのもおかしいんですけれども、しっかりおはようございますというように頑張りたいと思います。では今日のソレーム見ていきましょう。こちらです。今日もモーニングご参加いただきありがとうございました。この後8時からはサンシャインが始まります。担当は魚住真由キャスターです。皆さんおはようございます。